かぼちゃやゴーストなど至る所に装飾が施された小樽境町通り商店街では、今年で4回目となるハロウィーンイベントが行われています。今年は人の密集が予想される仮装行列や仮装コンテストなどを中止し、感染対策をしっかりと呼びかけた上での実施となりました。観光客が減った商店街をゴーストタウンに見立て、ゾンビに扮した商店街の店の従業員などが訪れた人を楽しませていました。小樽境町通り商店街のハロウィーンイベント、明日も午後7時まで行われます。